ムクチさん、お誕生日おめでとうございます。ムーちゃんは本当に強い人間だと個人的に思ってます。これからも頑張ってください。ムーちゃんとは年も近いし誕生日も近いんだね。今日知ったよ。これからもよろしくね。春色の空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道、制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中を見守ってる。不安そうに振り向く君が無理に微笑んだ時、頬に落ちた涙は大人になるためのピリオド。永遠の桜の木になろう、そう僕はここから動かないよ。もし君が心の道に迷っても愛の場所がわかるように立っている。教室の日向の中、クラスメイトとかあたった未来は、今君が歩き出したその一歩目の先にある。満開の季節だけを君は懐かしんでいてはいけない。木枯らしに震えていた冬を越えて花が咲く。誰もいない校庭、時に一人帰っておいで。卒業したあの日の輝いてる君に会えるよ。桜の木になろう、スタートの目印になるように、花びらの全てが散っていても、枝が両手広げながら待っている。花のような決心をどこかに忘れている。思い出して桜が咲く季節に、僕のことを一本の木を、永遠の桜の木になろう、そう僕はここから動かないよ。もし君が心の道に迷っても、愛の場所がわかるように立って